デゼーベンプロビンシェーンはオランダ海軍の戦列艦。当初は80門艦として建造された。艦名は英語でザセブンプロビンセス、つまり7つの州という意味であり、7つの自治州の連邦であったオランダ共和国のことを意味している。建造はロッテルダムのマース海軍本部が1664年から1665年にかけて行い、設計は サロモン・ヤンス・ファンデン、テンペルが担当した。デゼーベン・プロビンシェーンは、ミヒール・デロ・イテル帝国の機関として、第二次エラン戦争を戦い、激闘の末に勝利を収めた4日、海戦や、聖ジェームズ・ビの海戦の苦い敗戦に参加した。また、メドウェイ・カワ襲撃では、司令部とテムズ・ガー封鎖という二つの役割をこなした。この戦争中を通じてデゼーベン・プロビンシェーンは、 多くの戦果を残したが、4日海戦ではマストを失う場面もあった。デロイテルは1672年から1673年の第3次英乱戦争デモでもデゼーベンプロビンシェンを機関に使用し、イングランドとフランスを相手にしたソウル米の海戦、2回のスホーネベルトの海戦、そしてテセル島の海戦の4つの主要な海戦のすべてに参加した。 デゼーベンプロビンシェンは1692年までに76門間に改装され、大同盟戦争のバルフルール岬とラオーグの海戦に参加した。しかしこの戦いで艦はひどく損傷し、1694年に解体されることとなった。2008年現在、オランダではデゼーベンプロビンシェンの復元計画が進捗している。ありがとうございます。